はい、こんにちは。今日は私のバイクのタンクを自家製、自分でスプレー缶で塗装してみようと思うんですけど、今回ちょっとマットブラックをやってみようかなというふうに思ってます。で、このマットブラックですね、マットブラックはツヤありのブラックと違って最後、コンパウンドで磨いたりとかっていうのができないので、スプレー缶の質で結構仕上がりが左右されちゃうと思うんですね。そこで今回、よく手に入りやすい、ホルツ、それからソフト QQ、あとはバイクショップに行くとよく売ってるデイトナですね。この3つの塗料をマットブラック、いろんな方法で塗り分けてみて、仕上がりがどのくらい違うのか、強度がどのくらい違うのかっていうのを比べてからタンクに塗装していこうと思います。マットブラックに塗装する方法って、一発でマットブラックを拭く方法と、ブラックに対してマットクリア、艶消しのクリアを拭く方法と2種類あります。そこで今回の検証は全3回に分けて行おうと思います。第1回は、マットブラックをそのまま吹き付けた場合、メーカーによる発色の違いや強度の差は出るのかどうか。第2回は、仕上げに艶消しのクリアを吹き付けた時に、アクリルとウレタン、これで差が出るのかどうか。ついでに、クリアを吹いてないのも比べます。第3回は、艶消しクリアを吹き付けるその下地にはツヤありブラックかツヤ消しブラック、どっちを塗った時の方が発色が綺麗かどうか、仕上がりの違いっていうのを比べてみたいと思います。第3回の今日は、このツヤ消しクリア、デイトナのウレタンのツヤ消しクリアですね、発色が下地にツヤありのブラックを使った場合、それとも、艶消しのブラックを使った場合、これで発色、見た目が変わるのかどうか試してみたいと思います。で、ついでに、これデイトナのマットカラーですね。一発仕上げのものも横に並べて、艶感だったりとか仕上げを見てみたいと思います。今回、艶感の検証なんで、タンクに似たようなカーブどっかにないかなっていうふうに思ったんですけど、これ、アウトドア、キャンプに使うガス缶ですね。OD 缶。このカーブがちょっといい感じかなと思ったんで、これを塗ってみようと思います。で、これプラサフを塗った状態ですね。で、しっかりと本当の状態に近づけたいので、足付けも、これ旋盤ですね。旋盤で足付けしっかりとしていきます。ソフト QQ のシリコンオフで脱脂していきます。まず一つ目はホルツのツヤありのブラックを下地に吹きます。2つ目には下地に同じホルツの艶消しの黒を吹いておきます。これデイトナのマットカラーですね。艶消しカラーのマットブラック使っていきます。この塗料はブラック自体がウレタン塗料になるので、市販のウレタン塗料ってもうほとんどが二液性です。なので、一回使うと24時間ぐらいで硬化しちゃうので、ほっとくことはできない塗料になります。事前にたくさん振っておいて、一応飛び散るからウエスをかぶせろって書いてあります。で、ここの後ろのレバーを普通にパチンとするまでやったら、15秒ほど放置します。15秒ほど経ったらあとは 4,50 秒ほど強く振れって書いてあるんで頑張って振ります。念のためちょっと余計に1週間乾かしました。
それでこれウレタンのクリアですね、つや消しクリア、デイトナのつや消しクリアを塗っていきます。デイトナのウレタンクリアの使い方なんですけど、まず30秒間一生懸命振ります。よく振ったらこれ下側の蓋、これを外すとピンがあるので、これをグッと押し込んで逆さにして10分くらい置いときます。10分ほど逆さで放置したら、最後もう一回振ります。つや消し黒とつやありの黒、両方にデイトナつや消しクリアアクリルウレタン塗っていきます。すごくこのアクリルウレタン粉がかなり細かいですね。きれいに均一に塗りやすいっていう感じがします。マットカラーのブラックとは違って大粒の玉もあまり出ていなそうです。つや消し塗ってすぐは一旦ツヤが出るんで一瞬焦るんですけど、これ乾くとツヤがなくなるんで大丈夫です。3種類の塗装ができましたんで見た目を比べてみたいと思います。左がツヤ消しの黒にウレタンのツヤ消しクリア、右がツヤありの黒にウレタンのツヤ消しクリアです。正直思ってたほど差はほぼないですね。差はほとんどなくて全く同じように遠目では見えるんですが、よーく見るとこっちのつや消し黒の方がもともと表面がザラザラなので、少しなんていうでしょう、表面が粒々がこっちの方が粗い感じがします。こっちの方がちょっとつるっとしてる感じ、それから光沢も微妙にツヤありにツヤ消しの方があるように見えます。これは表面の凹凸が少ないためだと思います。正直ほとんど分かんないですね。よーく見なければ1メーターくらい離れると同じに見えると思います。ツヤ消し黒にウレタンツヤ消しクリア、こっちはウレタンのマットブラック塗料です。表面はかなり似てますが、こっちのウレタンのマットブラック塗料の方が少し表面がつるっとしてますね。あとちょっと違うのが、この映像でわかるかあれなんですけど、色味がこっちの方が真っ黒です。こっちがなんて言うんだろうな、よく青みがかるとかって言うんですけど、やっぱりそういう風に見えます。少し白っぽく青みがかってるように見えます。それ以外の見た目はほとんどわからないですね。ツヤありの黒にウレタンのツヤ消しクリア、こっちはウレタンのマットブラック塗料です。さっきよりも塗装の表面はすごく似てると思います。こっちの方が近いですね。肌の感じが近くて、やっぱり色味が同じですね。こっちクリアを重ね塗りするとどうしても少し、ものすごい濃紺というか、ちょびっと青っぽいように見える、あとはちょっと白っぽく見えるっていう感じですね。こんくらいで多分なんとなくわかると思います。気になるほどじゃないです。単体でこれ見たら紺だとか青だっていう人はいないと思いますけど、こう2つを比べるとそういう風に見えます。はい、いかがだったでしょうか。第1回第2回と続けてきて、おそらく傷に一番強いのはこのデイトナのウレタンのマットブラック、クリアを二重に吹かない方が
まあ、塗膜が薄いからっていうことなのか、こっちの方が傷に強かったです。で、見た目なんですけど、クリアを、艶消しクリアを後から拭いた方が、深みのある艶、深みのある黒になるんで綺麗だよとかっていう噂があったんで、今回の実験してみたんですけど、私が実際拭いてみた感じでは、正直違いはほとんどわからないかなって、特に1メーターくらい離れてしまうと、その違いっていうのはもうないも同然かな。それどころか、色味ですね。どうしてもクリアを後から拭くと、ちょっと白っぽく、で、見方によっては、光の当たり方によっては、紺色っぽく見えてしまうので、真っ黒、マットブラックっていう色で、どっちが綺麗かっていうと、私は、一発、マットブラック一発仕上げの方が、綺麗な黒に見えました。ここまで、第1回、第2回、第3回と続けてきて、まあ、気づきも一番強いですし、見た目も本当に強い黒になる、この、デイトナのウレタンのマットブラックですね。マットカラーっていうやつ。まあ、これが、大きな粒がたまに飛んでしまうっていうデメリットはあるんですが、おそらくこれが最強かなというふうに思ってたんですけど、ちょっとこの実験が終わる寸前で、新しい塗料が発売されてしまいました。ホルツのタフウレタンペイントのマットブラック。今までのウレタン塗料よりもより傷に強いですよという艶消しのブラックウレタン塗料がホルツから発売されました。なので、第3回までで終わる予定だったんですけど、ちょっと番外編です。このホルツのタフウレタンペイント、マットブラックを次は試してみたいと思います。